皆さんこんばんは。晚上好。今日は中堅三級の文法ゆえについて一緒に学ぼう。ゆえの使い方は大体5つがあります。もちろんこれ以上もありますけど、でもこの5つだけちゃんと覚えばもうゆえの使い方完璧と思います。好的、じゃあ一緒に学ぼう。那么第一个、一番最初の方、月プラス形容詞プラス月プラス形容詞、月形容詞、月形容詞。好的、例文一緒に見ましょう。まず苹果、月红月好吃。苹果水果、月红形容詞、月好吃、好吃も形容詞。なので月形容詞、月形容詞。するとするほど何々っていう意味ですね。でも日本語はするとするほど、中国語は形容詞もありです。リンゴは赤くなるとなるほど美味しいです。つまり赤い方が美味しいです。メモティ、もちろん本以外に他の形容詞使っても大丈夫です。他の形容詞とは小小小さい、大大大きい、便宜便宜安い、贵贵高い。人工は小さい、小さくなるとなるほど安い。で中国語で言うと苹果越小越便宜ですね。小さくなるとなるほど安いです。便宜。じゃあ逆の方は苹果越大越贵、苹果越大越贵、大大きい、大きくなるとなるほど高いです。没问题吗？一番目の使い方、越形容詞、越形容詞。苹果越红越好吃，苹果越小越便宜，苹果越大越贵。没问题吗？好的，我们再看一下第二个用法，二番目の使い方。月プラス形容詞、月プラス動詞。後ろの方は動詞になってます。例えば、老师越老越有经验。老师越老越有经验。老师先生。老年取る、有经验経験がある、経験を持っている。先生は年を取れば取るほど経験がある。年取ってる先生は経験持ってます。例えば私結構年取ってます。好的、老师越老越有经验。逆の方だったら老の反対は年轻、年轻は若い。若くなるとなるほど経験も出ない、否定文ですね。否定の時は有の前に目つけば OK です。なので老师越年轻越没有经验。没问题吗？好的、下一个、越プラス動詞プラス形容詞。3番目の使い方は実は一番よく使われているあの形です。なので3番目は一番大事です。例えば他越走越快、彼は歩ければ歩くほど速くなったんです。越走越快、なんか用事がある時、越走越快、走歩く、快速い。日本語のこの字は走るですね。中国語の走るだったら跑跑跑、走る。学学ぶ、慢快の反対、遅い、累疲れる。じゃあこの形のな、この形を使って例文作ってみましょう。さっきは他越走越快、じゃあ走れば
走るほど遅くなっちゃう。だったらわかりますか？はい。他越跑越慢。他越跑越慢。越跑越慢ですね。じゃあ勉強すればするほど疲れちゃう。ありますか？皆さんこの経験がありますか？じゃあ中国語で言うと、他越学越累。累疲れる。勉強すればするほど疲れちゃう。他越学越累。好、没问题吗？じゃあもう一度この大事な3つの文、あ、例文もう一度読みましょう。あと黒板小さいからこれを消して続く。じゃあまず一緒に読みましょう。苹果越红越好吃，老师越老越有经验，他越走越快。形覚えられないと例文しかに覚えましょう。越の月の使い方は越プラス動詞プラス越プラス動詞、つまり越動詞越動詞ですね。はい、例文とは我越看越感兴趣。看見る、感兴趣興味を持つ。私は何とかを見るほど興味が深くなる。感兴趣、興味を持つことになるみたいな感じ。我越看越感兴趣。特にあのドラマですね。見ると見るほどどん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 やめられないという状態は我越看越感兴趣。好的、次は看の以外の動詞听使ってもいいし、音楽もすごくなんかなかなかやめられないですね。聞くと、あ、聞けば聞くほどやめられない。我越听越有兴趣。感兴趣と有兴趣同じの意味です。没问题。所以我越听越有兴趣。5番目越の使い方というように越来越は一つの単語です。分けではいけません。越来越、越来越一つの単語、意味としてはどん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 なんとかの意味、どんどんどん上がる、どん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 下がるとか、ますますの意味もありますね。好的。越来越、形容詞でもいいし動詞でもいいし、例えば我越来越胖了、私どん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 太くなってきた。逆だったら我越来越瘦了、どんどんどん小さくなる、どん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 痩せてきた。が我越来越聪明了、どん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 頭が良くなってきた。我越来越聪明。冗談です。聪明なので胖瘦聪明全部形容詞です。あとは越来越の後ろ動詞でもいいし、でもこの動詞は特別な動詞、形容動詞というものか心理動詞でという感じ。心理動詞というのは変化がある動詞です。例えば他越来越喜欢你了。喜欢、喜欢、心理動詞ですね。好き嫌いっていう特別な動詞。心理動詞はまるで形容詞みたいな感じ、程度が入れても OK。 他越来越喜欢你了、彼はどん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 あなたのこと好きになった。逆だったら讨厌、讨厌、嫌い。他越来越讨厌你了、彼はどん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 あなたのことが嫌いほどになった。うん、ちょっと悲しいかもしれません。所以越来越の後ろは形容詞も OK、 動詞も OK。 でも一般的にこの動詞は心理動詞です。心理動詞というのは好き嫌いとかというイメージですね。はい、越の使い方は全部で5つです。まだ覚えてますか？この形使って例文作ってみてください。時間があるときは確認します。好、今日は見てくれてありがとうございます。また明日、明天见。
再见。